この間買った、ドローン、テロ、今すごく流行ってます。テロの、接続の仕方を、説明します。まず、テロに、ドローンに、このバッテリーを挿入します。約10分間を飛びます、このバッテリーで。カチッと言うと、言いまして、スイッチがここになります。そうするとこのようにランダムに、点滅をします。それでは、本当はここに、QR コード、二次元コードがありますが、これは、Android も、iPhone もどちらもいきます。一応もうダウンロードしましたアプリはこれです。開きます。こういう画面になります。ここ接続できていません。今から Wi-Fi になります。ドローンとテロかけました。これをタップしまして、はい、もう完了ですね。これで、ドローンが今これ、映り出したカメです。これでも接続ができております。一応試しに飛ばしてみます。これをしますと下を降ります。はい、着陸します。次に、このコントローラーと、テロを接続したいと思います。まず電源を直します。そうするとこのような画面になっています。テロの接続、このような画面が出ます。ここのギアマークをします。もう接続しています。はい、接続ができました。いい画面が出ました。次に上昇する場合、私まだこの取説を見てあまりここらのは把握はできておりません。上昇する場合はこっちの1を押しながら Y をしますと上昇します。左に振って、で動画を撮る場合はこれで動画を撮ってます。下に下ろします。はい、次に、動画撮れた画面を一遍見たいと思います。次に今、動画撮りましたの確認をしたいと思います。同じく
このアプリ開きまして、この三角マークを押します。で、そこの動画を選びます。で、今撮ったのはこの画像だと思います。今静止ですが、まあ、このように撮れております。はい、ちょっと長いですが、ちょっと止めます。この画像が画像がこのギャラリーとかアルバムにもう保存されています。今撮ったのこれですね。これです。これを動画アプリに入れて編集したら出来上がりです。以上です。ありがとうございました。